U-534 は第二次世界大戦中に建造されたドイツ海軍のナインク40型潜水艦の一隻である。1942年にドイツやベルフト社によりハンブルクの造船所で建造された。この U ボートは現存するわずか4隻の第二次世界大戦時のドイツの大型潜水艦の中の一隻であり、この艦以外のナインク型艦はシカゴにある U505 のみである。U-534 は、主に訓練用に使用され、その収益期間中に船舶を沈めたことはなかった。英空軍の爆撃機により1945年5月5日に、デンマークのアンホールト島の約 20km 北東の地点で撃沈された。1993年に引き上げられ、2009年2月からバーケンヘッドで U ボートストーリーと題して展示されている。収益後に U-534 は訓練と新型の音響追尾式魚雷、ザウンケイニフィティ5を含む兵装試験のために1944年2月まで第4潜水隊軍に配備されていた。その後、改装され4月に第2潜水隊軍へ配置転換された。最初の実戦紹介はオイル漏れと北。 大西洋の悪天候により悩まされ、これによる成果は、気象情報の収集だけであった。1944年8月25日から10月24日までの第2回紹介で、U-534 は、連合国軍によるロリアンの封鎖から脱出を強いられ、友軍支配の港へ移動した。またもや撃沈した船舶はなかったが、攻撃してきたビッカースウェリントン爆撃機を撃墜した。 その後第33潜水隊組へ配置転換され、1945年5月1日まで任務にはつかなかった。最後の実戦紹介中の5月5日に U-534 の艦長は降伏するようにというデイニッツ提督からの命令を知らされた。1945年5月5日に理由は不明ながら U-534 の艦長は 全 U ボートに対し発せられたデーニッツの降伏命令を無視し、その代わりにノルウェーへ進路を向けた。今日なお U-534 の降伏拒否の背景は謎であるが多くの仮説がある。規制の事実であると思われることは英国のコンソリデーテッド B-24、リベレーター機が攻撃をかけた時に U-534 はその他3隻の U ボートと共に カテガット海峡を浮上航行していたということである。U-534 の乗組員は、なんとか一機の爆撃機を撃墜し、爆撃機から投下された爆雷のうち9発は外れたが、一発の直撃弾を受けた。U-534 は、機関室から、後ろの損傷により浸水し始め、アンホルト島の北東で沈没した。撃墜された B-24 は、 近くに、不時着水したに違いないが、すべての搭乗員が失われた。U-534 の乗組員52名、全員が脱出し、49名が生き残った。沈み始めた時に5名の乗組員が魚雷室に閉じ込められていたが、艦が海底に着底してから、魚雷搬入用ハッチを通って脱出した。この中の一人である17歳の通信士、ヨーゼフノイドルファーは、 深みから海面に出た時に息を吐き出すことができずに、肺を損傷して死亡した。その他2名の死亡者の死因は出会った。U-534 の幸福拒否に関する、それなりの説明は、缶の後部に搭載されていた3発の実験段階にあった T-11 魚雷の発見により浮かび上がった。この形式の魚雷はわずか38発しか、 製造されず、英国のフォクサーデコイ装置に対抗するために、開発された音響追尾方式を採用したことに特徴があった。U-534 が、なぜこのような先進兵器を搭載していたかは、判明していないが、このことが U-534 の艦長が降伏を拒否した理由の説明となりうる。u 三十四の艦長であったヘルベルト、ノラウは、 1968年に自殺した。U-534 は、ダイナマイト大げのあだ名を持つ、デンマーク人の沈没船ハンターの大げイエンンにより、1986年に、発見されるまで41年近くの間海底に横たわっていた。1993年に、デンマークのメディア富豪であるカルステンリーがスポンサーとなり、ナチスの近海の噂話と、 メディアによる熾烈な取材合戦の中で潜水艦が引き揚げられた。金の宝への望みは立たれ、潜水艦には驚くべきようなものは何も搭載されていなかった。引き揚げられた潜水艦は1996年にイングランドのバーケンヘッドへ輸送され、2006年2月5日にそこの博物館が閉鎖されるまでバーケンヘッドドックにある大戦艦保存基金の収蔵艦となっていた。 2007年6月27日にマージートラベル運輸局はこの潜水艦を買い取りウッドサイドフェリーターミナルに展示すると発表した技術的な理由と新しい敷地への経済的に楽な輸送方法を取るために艦隊は5つに分割され後にこの中の2つは再結合された現在は来場者が見学しやすいように区画を分けて展示されているが見学者は ユーボートの内部に入ることはできない。マージートラベル運輸局は完全な状態での缶の移送費用は法外な価格になるであろうと語った。ダイヤモンドワイヤカッターを使用しての1ヶ月にわたる U-534 の分割作業は2008年2月6日に始まり、3月10日からクレーン船を使用して重量240トンに及ぶ各部位の輸送が数日をかけて行われた。 ザユー、ボートストーリーの展示は2009年2月10日に始まった。ありがとうございます。